鏡の悪魔。はい、どうも皆さんこんにちは、マシュと申します。さあ今回も鏡の悪魔やっていきましょう。で、前回なんか鏡の世界におまじないでなんか入ってきて、で悲しい過去を話されて、あとまああれか、鏡割られたのか。めんちゃくすげえ今ろれつおかしかったな。まあそういう感じです。でなんかよくわかんないあの子がいる。おー、なんかめっちゃいるな。ちょっと待って、これどうしちゃいいの。まあとりあえずここから進んでいけばいいんだよね。ここ行けんじゃない。行けて、あ、ここぶつかる。こんな近いのに見つかんねえのか。警備ガバガバだな。アンチを探せ、アンチを。この辺アンチじゃない。あ、ちょっと待って。行けていく。結構簡単だったわ。とりあえず進んで、右、月のあれだ。あの、月のあれ。うん、月のあれ。右行ってみるか。セーバー。あ、また鏡割られてんじゃん。早いな。ちょ、追加攻撃しとこう。追加でやっとけばなんかもう一回戻るみたいな。叩きゃ治るみたいなさ、そういう発想ないの？ないよね。茨で道が塞がれている。でもう一個あるな。ちょっと待って、左も行きたいんだよね。左も見たい。左、小さい穴なら飛び越えられそう。決定機を押すとジャンプができます。小さい穴、あ、これか。おー。ほい。はい。樹海に落とし物？ナイフナイス。ちょっと面白かったの。ん？なんで先に行ったんだ？ちょ、俺カットしてあそこ奥まで行こうとしたのに。しょうもないボケをした後にカットして、なんか茨で道塞いでるところまで行って、やるつもりだったのに、ここでセリフ入ってくるか。あともう一息。チェッ！ロセ！大丈夫？ありがとう。さあ、行きましょう。なんか出たね。なんか出た。ねえ、いっぱい手出たよ。これだ、絶対掴んだじゃん。足絶対掴んだやつじゃん、お前。絶対足掴んだやつじゃん。こんな墓碑あったっけ？あれ？こんな墓碑あったっけ？あれ？あったっけ？あれ？ちょ、待って。あったっけ？こんなの。あれ？見てなかっただけかな？あったかな？記憶にございませんね。ちょっと待ってね。こっち行きたいんだけど、ナイフ使って。こっち側気になるから、ちょ、先こっち行くわ。何時だこれ。12時。違うな。向き逆だな、これ。これあれだな。11時55分ぐらいだな、多分。うん。知らんけど。差し込み口。逆さの時計。もしかしたら動くかもしれない。ん？何が？とりあえずじゃああれか。下の方行けってことか。ここだね。ロゼ、さっきのナイフ貸してください。僕がイバラを取り除きます。危ないから少し下がって。ちょっと残ってるぞ。さあ帰り道を探しましょう。若干残って、まあこれぐらいなら大丈夫だね。なんだ、カーテンが出てきた急に。奥行くよ。なんだ、気になるところ多すぎるんだけど、この部屋異常に気になることあるんだけど。やあ、グランギョニルへようこそ。今宵の物語は、殺したのは誰か。お空にキラキラ輝く妖精たちけれども、ある日みんないなくなって真っ暗闇。どこに、いつに、なぜに。まあ妖精たちに聞いてごらんよ。殺された妖精の題材、犯人を探し出すといい。動かす順番は誰からでも平気さ。三すくみだからね。まあ適当に動かしてごらん。最初の位置に戻したくなったら戻してあげるよ。正解するまで扉は開かない。大丈夫、大切な客人には何もしないさ。人形劇を終わらせることができたら、来場記念に一ついいものをあげるよ。これをやれってことか。月の妖精人形。私は星の妖精に殺された。ちょっと待てよ。星の妖精。私は太陽の妖精に殺された。で、私は月の妖精に殺された。もう一緒に全員殺しちゃったんじゃないか？多分そうだよ。多分一緒に、せーのって言って、ザッて刺したんだよ。だから、同時でみんな死んだみたいな。そういうことだよな、多分。
なんだっけ、何すればいいんだっけ、月、あ、何これ、どういう状態持つじゃん、持ってどうしたらいいのこれ、え、持ってどうしたらいいの、あ、あ、あ、入れ替えれるのか、あ、じゃ全然わからん、太陽に殺されてるから、ん、私が太陽の妖精を殺した、ん、ちょ、よくわかんないけど、え、あ、ちょ、だってよくわかんないけど、あ、これあれもしかして殺したやつを、殺したやつのところの台座に置けばいいってこと、あー、なるほど、何より最初に殺した、殺し殺されたのは誰だったんだろうね。隠し事はいけないよ。ね。かわいいお嬢さん。ああ。だから、あれでは一緒にみんなで仲良く死んだんだ。仲良しってやつだよね、これ多分。これかな？ゼンマイ。おー、ゼンマイ。おー。ロゼ？私ね。鏡に映った私と仲良しだったの。普通は鏡に映った自分と会話なんてできないでしょう。でもおまじないに使ったあの鏡だけは違ったの。鏡に映った私が全く違う動きをする。それがおかしなことだとしても、体の弱くて他の子とあまり遊べない私にとっては都合が良かった。でもおまじないでこんなことになるなんて、僕はロゼと一緒にいられてとっても楽しいです。ここに来なかったら、こうして話すこともできなかった。それから、さっきどんなに頑張って、我慢をしても、変えたくても変えられない。そんな自分が嫌いだって言ってましたけど、僕は、その気持ち、大事にしてほしい、かな。え？今は辛い気持ちだとしても、未来では、同じように困っている誰かに寄り添える。優しくて、温かい。そんな強さになり、なる気がするから。未来。って、これは僕に言い聞かせてることなんですけどね。おかしな話かもしれませんけど。やっぱり、いい未来が待ってるって信じたいじゃないですか。未来を信じる。私、未来に置いてかれたり、置いていかれたり、置いていかれて忘れられたり しないかな。これ未来って書いてミクって読むかもしれないね。意外とこれ人物名だったりするかもしれないな。ミクっていう子に忘れられたりしてないかなっていうことだったのかもしれないね。大丈夫。絶対に忘れさせない。必ず守るから。なんだよ。なんだよ。何のドンだった今。誰か来たのか？お客様か？もう絶対いいんじゃん、目の前に。動けるわけじゃないと。もう開いたな、絶対開いたな。すげえドアノブ回すじゃん。めっちゃ回すじゃん。行ったみたいだ。様子を見てみましょう。絶対人形ぐちゃぐちゃだよ。絶対わかるよ。これもう伝わってきてるもん。もうひしひしと感じてるもん。うん。この奥の扉から感じるもん、俺。うん。人形ぐちゃぐちゃですよって言ってるもん。ね？人形だけじゃなかったわ。もう喋れねえ、もう。誰も話してくれなくなった。あらあら、もう。出ますか。あれ？こんな色だったっけ？おお、後ろいたぞ！おいおい、後ろいたぞ、今。絶対。この辺いたぞ。通れない。ああ。まあいいや。まあいいや。あんま長居したくない、あそこに。で、ここに多分行くんだよね。12時少し前で止まってますね。私が鏡の中に来るときに使ったおまじない。12時に何かが起きる。そうあったの。この時計を動かしたら、何かあるかもしれない。このゼンマイで、時計を動かせるような気がする。巻きますか？巻いてみる。怖いな、なんか怖い、なんか怖い、なんか怖い。ああ、別にないよね。
なんか来たぞ。またお前じゃん。あ、そんなところにいたんだ。どうして僕らをすぐに殺さない？鏡の中から外側へ出るには代わりが必要なの。代わりがいないと出られない。だからまだ殺せない。代わりってあなたと入れ替わりたいの。鏡の中に封じられて弱っていた力をあなたと遊んだことで取り戻したのよ。私と遊んで。あなたが遊ぶたびに用意していた贈り物、そこから力を取り戻したって言ったの。でも力を得たのは白魔だけじゃない。そうよね、主に。私もあなたもそうして生まれてきたようなものだから。どういうこと？やっぱりシュニ君ウサギじゃね？ごめんなさい、今は言えない。でもダメ、ロゼちゃん危ない。え？ん？え、めっちゃ落ちた、これもしかして。え、めっちゃ落ちた。危ないじゃないじゃん、もう無理じゃん、もう無理だよ。痛いじゃ済まねえよ。あの距離は無理だぞ。誰かが喋ってる。あなたは誰？あ、タクシーマシーと申します。はい、すいません。あの、はじめましてだったら、はじめまして。あ、絶対病んでる、病んでる。ああ、めっちゃいる、めっちゃいる。怖い、怖い、怖い、怖い。これもうあれじゃん。綾波レイじゃん、これ。はい、エヴァの綾波レイじゃん。エヴァ級の綾波レイのシーンじゃん、これ絶対。私はクローみたいな、そうじゃん。私にそっくりな人形がたくさん。ここは一体。時計を動かしたら、天井、あ、天井と床が逆になったの。あ、え、そういうこと？主に、はぐれちゃったんだ。私を助けてくれたあの子も。この世界には、悪魔がいるって主に言ってた。最初は、あの女の子だと思ってたけど、本当の悪魔は、多分、私と姿形そっくりそのまま、鏡に映っていた。鏡の中にいた私。私はここにいる。鏡の中の世界にいる。もしも、私になりすました悪魔が、私の代わりにこの世界から出てしまったら、悪魔が、私になるの。じゃあ、私は、誰になるんだろう。もうそこはじゃあ、もういっそ悪魔になればいいんじゃないかな。もうこの世界すべてしまえればいいんじゃない。この鏡の中の世界を滑る長になってしまえばいいのではないかな。違う。大丈夫。私は、私。早く、ここから出ないと。もう一度、シュニとあの子に会いたい。これ一体ぐらい持ってこ。一体ぐらい。あの、身代わり人形としてさ。やばいと思ったらこれさ、ポイって捨ててさ。はい、行きまーす。わぁ、めっちゃいる。おぉ、倒れた。なんで？なんで倒れたの？お前も動くだろ。さてはお前も動くだ。で、ちなみにお前も動く気がする。お前も動くんじゃないのか？お前も動くのか？うわ、お前が動いた。ここ動くかなと思ったら、こっちが動いた。え、じゃあ次誰動くだろう。え、ちょっと待って、気になるな。次。え、俺、ちょっと待って、あれ、扉1個だっけ。あれ、なんかこの辺変わってないか。ん、こんだけか。え、じゃあ次で、そうだな。ここ行って、何の考察してんだ、俺これ。この辺動くんじゃないかな。文字が浮かび上がってる。ずっと待ってた。やっと出られる。いや、出られねえよ。出さねえよ。おー、待って。前に出るのは違くない？俺聞いてないんだけど。俺こけるもんだと思ったんだけど。ねえ、あの、すいません。前に、なんで前に出たんですか？一歩。ん？すごい、いろんなとこに書いてんのか。凝ってんな。誰？おー、結構上から落ちてきたな。若干痛かったろ、お前。若干痛かったって言っていいぞ。
焦げてきてんだけどね、ま、大丈夫これね、もうなんかおかしくなってきそうなんだけど、俺今 何部屋目やか分からんだけど、おい、もうなんか立ってるし出てきたし、何でもありかここ。んこっちは変わらずでこっちが増えたのか。でも何にも文字はないと。また浮かび上がっている。心外なる鏡の外側の私さん、どんな死に方、どんな最後がいい。おい、後ろ来てぞ。ね、後ろ今来たぞ。おい、気づいてないけど俺気づいたぞ。後ろから来たぞ。どんな最後。なこれ、え、ちょ、とりあえずセーブ、とりあえずね、とりあえずセーブ。この子だけまだ動いてる。なんかいるのかこれ。喉に刃物が刺さっている。生きてるふりをした小鳥。赤い花が添えられている。これは、あ、うん、これ鳥か、鳥なのかこれ。これか。壁に何か書いてある。一人は寂しい、みんなお揃い。あ、えらい、これ。おう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 、なるほどね、はいはいはい、理解しましたよ。え、違くない、ここだけ変えようぜ。この赤色の花だけさ、ねえ、もう気づいた。俺圧倒的ど、なんていうの、観察力でこの花だけ色が違うなんて気づいたからね。それ取ったけどさ、別に何すればいいんだろうか分かんないな、これこれ取った方がいいけど何すればいいんだろう。え、多分あれでしょ、要するにみんなお揃いにしろってことでしょ。あやめなきゃいけないのか、これ合理着せなきゃならんのか、これ。いや、もうちょっとなんか他のことできんのか。俺だって花取ったんだよ、花ね、アイテムに花取ったんだよ、花。花手向けようぜ、一旦。いや、無理だって。心臓、背中、やだな。いや、もうこれダメじゃん。刺さなきゃダメなパターンでしょ、これ。開かねえもんな。そうだよな。喉に刃物。喉に刃物か。刺すか。お揃いね、喉。あら、あやめちゃった。ぬくもりはなく、血で赤く染まっている。赤い花、こいつ最後、お、主人公が、ロゼちゃんだっけ、あれロゼちゃんだっけ。うわぁ。サイコパスと化してきたぞ。ちょっととりあえずセーブするわ。なるほどね。はい、行きます。あら、墓碑がいっぱい荒らすよ。ボヒいっぱいあらすよ、これ。セーブがある。さっき、もう10秒前ぐらいにセーブしたのにすぐセーブする。しかも、セーブ場所変えていくっていう。ああ、この辺調べられないな。うん。ここか。葬儀ごっこをしましょう。空っぽの棺桶はどれかしら。蝶は一番端。金魚は蝶の三つとなり。小鳥は猫、子猫の三つとなり。子猫は金魚の隣。開けるのは一つだけ。これここでしょ絶対。やって、超これでしょ。で、三つ隣がこれじゃん。で、あっちの方だよ。小鳥は子猫の三つ隣。子猫は、あ、違うわ。これだ。これが子猫で、ここは小鳥だから、これだ。はい。はい。オッケー、やっぱ天才かもしれないな。ここだけの一瞬は天才だったな。一瞬、あ、やべ、セーブできない。やべ、セーブできない。ちょっと待って、顔つき変わっていってません、これ、どんどん。ね、やんでってません、どんどん。あれあれ、なんかちょっとやんでってません。今気づいたんだけど、これ全部読んじゃん。全部読んじゃん、これ。めっちゃ喋るな、こいつ。いっか。次に棺桶に入るのは、私さん。あら、あら、とりあえず周りから調べろっていうね、それがもうあれだから、探索ゲー、ホラーゲーム系の醍醐味じゃねえわ、鉄則だから、断りだからね、これ。これが調べれるわけじゃないのか。棺桶、
名前が書いてある。ロザリア、私の、あ、ロザリアっていう名前なのね。でロゼだっけ。ん、棺桶の中に手紙が入ってる。親愛なる鏡の外側の私さん、私は鏡の外に出たい。鏡の外側にいる私さんは鏡の中に来たいと言った。だから世界を交換しましょう。私は私さんの本当の願い事を知っている。やっぱりいい未来が来るって、いい未来が待ってるって。私の本当の願い、さっきせっかくシュニが未来の話をしてくれたのに、本当は私はもう長くは生きられない。未来はもうない。だからだから私に悪魔にすがったのよね。思い出した？あなたに未来はない。一人ぼっちで誰にも知られず、思い出してもらえず、閉ざされた看護家に入る。それが怖くて、あなたはお友達を欲しがった。美しさを永遠とした未来が欲しかったんでしょ。ここはあなたにとってエーデンの花園。みんな花園でいいんだよねこれ。今ちょっと適当に読んだけど、みんなお揃い、仲良く棺桶に入れて願いを叶えてあげる。違う、後ろいるぞ、今両手あげたぞ。違う、私が本当に望むのは、あら、あら、あらっていう、なんかすごいしょうもないリアクションしちゃったんだけど、どこかの世界のどこかの少女のお話。少女は病気でずっと一人。ところがある日、少女は招かれます。それは暗い日曜日、黒いお洋服をまとって少女が招かれたのはどこかの誰かのお葬式。初めて目にした、これ棺だな、棺桶って言うんだけど、棺だな、棺と呼ばれる箱。最後の旅立ちに相応しく丁寧にお化粧をして、周りに花を敷き詰めて素敵な思い出の品々で飾り付け、参列した少女は葬儀に惹かれました。私もあんな素敵な葬儀をしたい。それからしばらくして、ある日、少女に素敵な贈り物が届きます。ん？鏡か、これが。立派なアンティークの鏡。差出人は、少し前に見送った、どこかの誰か。きっと、見送った誰かの家族だと思って、少女は俺を言ったから。言ったら、誰もその鏡のことを知らなくて、ずいぶん気味悪がられてか。なぜだか目を離せない不思議な鏡を気に入った少女は鏡と遊ぶようになりました。鏡の中の私さん、今日は死にかけの黒猫を拾ってきたの。私とウサギのぬいぐるみ、私、鏡の中にいる私さんで、あの時のような素敵な葬儀を行いましょう。けれど、箱の中にこの子猫だけは、この子猫だけなのはなんだか寂しそう。この子の、おー、読めねえ。読めねえな、これ。これなんて読むんだ？読めねえな。早に入ってくれる。お友達も一緒ならいいのに。私もいつか死んでしまう日が来る。その時は、誰かと一緒に
これが棺か？わからんな。読めないな。読めないな。困ったな。まあ、困ったけど困ってないな。冷たい。ここは懐かしい。でも、帰りたくない場所。少し前までの僕にとっての毎日は、空っぽで、無機質で、時間が過去のように心だけが死んでいく。そんな感じだったから。多分僕は忘れられて捨てられてしまったんだと思う。行く場所も帰る場所もない。何のために存在するのか、存在したのか、存在したいのか。何人かと僕は遊んだけれど、一度だけ遊んでは見送るたび、虚しさだけが増すばかりだった。だけどそんな毎日にも終止符が打たれたんだ。ロゼが僕をここから連れ出してくれた。だから今度は僕がロゼを助けないと。おー、シュニ君、ここはロゼと初めて会った場所に似ている。やっぱこの子ウサギじゃねえか。どうやら合わせ鏡で悪魔を捕まえようとしたところ、そのまま悪魔に惹かれたようだ。悪魔払いの依頼だ。しかし払っただけではまた別の誰かに取り付くだろう。それでは被害者が増えるだけだ。あの悪魔は魂を暗い力を増す。幸い死者はまだいない。力が弱い今なら我々は悪魔を鏡に封じ込めることにした。ああ、その悪魔がこの悪魔っていうことか。ずっと以前に悪魔払いに来た家族の葬儀を行った。穏やかでつつましい良き最後の旅立ちを遺族の友と見送られた。今日はその遺族から連絡があった。悪魔を封じた鏡は、あの鏡はどうしたのかと。ないのだ。あの鏡がないのだ。遺族によれば、参列者から鏡はありがとうと言われた誰もが誰も送った覚えとなく、鏡と聞いて心当たりがあったのは悪魔の鏡だったとこと。しかし問題は、鏡が誰の手に渡ったのか、参列者を調べても未だに分からずにいる。幸い悪魔は鏡の中だ。力を得る前に封じている。鏡の中から奪う力はない。襲う力はない。あの悪魔は魂を食らわなければ力を得られない。こちらから魂を差し出さない限り食らうことも不可能だ。めっちゃまずいじゃん。なんか椅子動いたよね。なんでかって動くのはね。ちょっと待って。はい。とりあえず待って。セーブして。はい。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。意外となんかどんどん真相に近づいてきてるな。うん。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。